はい、こんにちは。今回ご紹介しますのはミドルウォレットのカスタムオーダーです。はい、革はイビザのグレーですね。はい、こちら通常取り扱っておりませんので少量仕入れにて、製作いたしました。で、プルアップレザーですね。イビザっていうのはプルアップレザーなんで、このようにこう曲げたとこだけというか、まあかなり色が薄くなるという特徴があります。まあ、通常イビザは赤は取り扱いがあります。で、ファスナーはグレーですね。はい、でこのグレーも、ちょっと特殊で、まあ、これタロンのスライダーついてるんですけど、まあ、タロンにこのグレーって設定がないんで、ちょっと別のファスナー、互換性があるファスナーを使ってます。でスライダーだけタロンに変更します。で中はアカチャですね。アカチャのマレンマ、まあ、アカチャのマレンマを内装に使うっていうのは結構人気あるんですけど、まあ、高級感が出ます。で構造的には左側に5枚カードポケットで、その下にもポケットがあるんですけど、で右側はコインケースですね。で中にカードが、1枚入るスペースがあります。でミドルウォレットなんですけど、ガバッと開くので、こうミドルウォレットの弱点であるとちょっと無駄に深いというところを、克服したサイズとなっております。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。